先日は本調子の早めの相方というのを引きましたが、今日は三下がりの早めの相方を引きます。これですね。三下がりの早めの相方。で、この本には、3つ出てまして、今日はそのうち2つ引きますけども、まあ、3つのうちのその今日引かない1つは、レンジ獅子とかね、鏡獅子のお獅子にこう、引っ張られて花道を行くときの、ティーラーララ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 ラっていう、まあ、そこそこ歌舞伎見てる方は、私もそこの曲なのかなと思ってたものでしたね。まあ、それが、まあ、そこに、だから、要は、レンジ獅子や鏡獅子に、この三下がりの早めの相方を使っていたということで、ちょっと、ま、雰囲気が違うので、これまた別に弾きます。ということで、今日はその二つですね。で、で、最初に弾くのが、やはり代表的な三下がりの早めの相方というもんで、単に早めといえば、この相方を指す。というほどのものですね。世話がかった時代物から、本当の世話物までと用途は広いということですね。そしてもう一つの方は、同じ三下がりの早めの相方でも、広いっていう別名がありまして、こう役者がね、花道の七三っていう、こうちょっといったとこで、家をパッと決めて、それから一味して、こう、バン、バン、バンって踏みしめて、だんだん速く走って、上げ幕へ入っているという、まあ、一つの、まあ、型ですね。それがあるんですけども、その時に、この相方をその足に合わせて、チン、チン、チンとこう、拾うように合わせて弾くから、その、広いっていうね、名前になってるというとこですね。あ、だからこれも、聞いたことあるなっていう感じです。まあ、役者の動きに合わせて弾く、とても重要な、だから相方です。はい。5本の、これは3下がりですね。では、まず代表的なものからやります。急いでますね。本調子よりちょっと砕けてますね。では次は拾い。七三で目を切った役者の足に合わせて弾くっていうものですね。まあ、これはもちろん普通に弾きます。はい。感じですね。